シリなんか合わせない。ほんとに小さいから。頭くるに頭くる。全然楽勝でしょ、ここはね。通過点、通過点。もう喧嘩っていうことだから、まあ喧嘩はもうね、なんか競技っていうつもりじゃなくやらせるつもりで話してあるし、笑いながら殺せって言ってあるんで。顎引いたらいきなり打ち合い。蹴りなんか出さなくていいよ。相手の蹴りなんか合わせなくていい。本当に小さいから。頭くるに頭くるに。そう。もういける。一気にいける。ストップでしょ。一気にいける。集団。まだワンダーワンダー。落ち着け。一回取り戻せ。一回取り戻せ。一回落ち着け。もう効いてるよ。効いてる。顎引いてる。効いてるから大丈夫。もう効いてる。返せる返せる。まだ返せる。返せる返せる。いや、そこ行け行け。おらいけおらいけ。もう効いてるよ。行け。出させてから行け。ローローロー。そう。まだまだ一回通せ、一回返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 せ、そう、返せ、冷静、そう、その後返せ、冷静に返せ、冷静に返せ、一発は返せ、一発は返せ、最後だ、最後だ、もう終わるから、終わるから、当てるな、しっかり当てろ、回転だぞ、ゆっくり当てろ、いけ、ポンって当てろ、そう、返せ、そう。押してるだけだ。俺はショートのフック入るぞ。掴むな掴むな。掴むな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 掴みすぎ掴みすぎ。ワンダウン。いい感じっすね。ひろきチャンネルの虎之助です。別に肩書きなんかないんですけど、とりあえず10代の本物の喧嘩自慢見してやろうかなと思って来ました。以上です。ジョニー君決まった？ちょうど俺も虎之助と喋りたかってん。ああ俺に勝ったやん。でさ、毎回お前俺と戦いたそうにしてるけどさ、なんで一回勝った相手にもう一回戦いたいん？超美味しいやん。だってしかもむしろあの時より全然強くなってほしい。あの視聴者も多分お前のこと分かってないと思うから、まずはスパリング見せたりよ。分かった。虎之助は本当にスター性というかブレイキングなのにすごい噛み合う試合だっけ。あ、誰とやりたいとかはないの？やります。え、誰とやりたいとかないの？じゃあ歳三君と山川君だったら。歳三君とやりたいです。それやったら。いや、この子ね、あの前も言ってくるんですよね。で、結構 DM も来るんだよ。博多の牛。へへ、虎やわ。あ、虎。じゃあさ、あのクロスで戦ってもらって、でそれぞれ勝った方と山川君の年相ってのはどう？いいっすか。うん、じゃあそうしましょう。準備してください。なんで大丈夫、そのクロスね。虎之助、今見たけど、お前やっぱバチバチいけるんや。俺の右耐えれる？余裕よ。俺のドラゴンフィッシュブロー見せてやるよ。じゃあ俺のトルネードフック見せたら。あ、いいね。いいっすか、こいつって。じゃあ、仕上げてで。いいや。